はい、始まりました。レッドストーン実況。いやー、赤石。はい、というわけで、うん、我々ですね、僕とキックンがですね、はい、10年前、9年前ぐらいにプレイしていた。10年前やってたね。レッドストーン鬼のようにプレイしてた。毎日やってたね。電話5時間しながらやってた。やってたね。そんなね、レッドストーン、11年続くレッドストーンはですね、はい、ちょっとですね、僕らね、うん、今だって4人でちょっとプレイしてみようということで、うん、はい、はい、そういう実況になっております。懐かしい。はい、では、自己紹介いきましょう。私が FB スレスムです、はい。そして、赤石会の極めし者、キックマークスです。ハルモートでーす。よです。はい、というわけで、早速やっていくんですけども、はい、今回はですね、うん、メインクエスト、はい、レッドストーンにはメインクエストがございますので、うん、ちょっとメインクエストの、うん、ですね、まあ、第1弾というか、うん、大きな括りの1つ目をなんとかクリア、うんうん、つまりボス的な存在がいるんですよ、はい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 、ボスをなんとか撃破、うん、はい、ね、というところを目指してちょっと僕らやっていきたいなと思いますので、はい、うん、ちょっと皆さん頑張りましょう。よし、はい、うん、レッツゴー、レッツゴー。はい、というわけでレッドストーン早速プレイしていきましょう。はいよ。じゃあまず僕キャラクター作りますね。うん、いやどうしようかな。俺で昔で、そうそうそう、ウィザード使ってたんですけど、ウィザードとかビーストテーマとかね。そうだね。今回一番下にしメイドにしちゃうかな。うわー、メイド、メイドだね。まあ無難なキャラとかじゃけど、もうメイドいっちゃう。メイドいっちゃう。おし、オッケー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 。じゃあ次の人どうぞ。はいはい。じゃあね、俺は、うん、そうだな、もう気になる。俺闘志気になるから闘志やるわ。俺も昔やってたんだけど、アーチャーとか、うん、まあ、ウィザードもやったかな。うん、うん、でもそこでちょっとね、この闘志のこのスタイリッシュさに惹かれたんで、わし闘志でいきまーす。はーい。おう、言うても俺初プレイだからね。まあ確かにそうだね。うん、どうすればいい？あのね、分かりやすいのはウィザード。すごい分かりやすい。うん、結構ウィザード強いね。そう、積み重なってきたものもあるし、あのね、歴史があるから、そうそう、もう俺らもねアドバイスできる。じゃあとりあえずウィザードにするわ。うん、いいぞ。ウィザードにして名前、アローマ。オッケー、じゃあ次へ。およ、はい、お前ら回復役いないぞ。どうぞ回復役。じゃあ回復役でもやれば。あ、分かった、やればいいんだろ。やればそうだよ。俺ビショップで、ビショップいないと積むからね。いや、もともとこういうの好きだし。いや、いいんじゃないかな。バランスいい感じだったな。よし、じゃあ早速ゲームスタートしていきましょう。はい、レッツゴー。お、来た。お、お、すごい可愛いメイドさん。お、結構当時やってた時とグラフィック違うような気がするね。綺麗になったんだもん、確かね、めっちゃ。あ、なったらしいよ。うん、イエーイ、いいね、めっちゃ掃除、めっちゃ掃除してるぜ。あ、てかお前らいんのかよ、もう。あれ、これお前らか、これ。そうだよ、3人いるやつ。いた。あ、お前ら、名前が表示されてなかったから全然わかんなかった。あ、アイコン、あれか。ウェーイ。やったら、ウェーイ。ほら、見て見て、お掃除してる、お掃除してる。ウィーイ。掃除してないだろ。掃除してないね、全然。お掃除、お掃除。こっちの画面では何もしてないね。うん、別にしてないな。うん。はい、というわけで、じゃあ、早速チュートリアル、パパッとやっていきましょう。はい。おい。やめなかった。では、皆さん。おい。ファーストバトル、ファースト狩り、いきましょうか。おいおいおい、おいおいおい、はい、やっぱレッドストーン MMARPG ですから。ああ、ん、 MMARPG って言ったよ。 今めちゃくちゃだったよな。やっぱりですね、モンスターとのバトルは欠かせない要素なので。確かに。まあ、しかも4人パーティー組みましたね、ちゃんと。はい、まずは、コボルトを倒せとメインクエストの依頼で、はいはい、病気のコボルトたちを退治しに行きましょう。病気な上に退治しに行きましょう。マジかよ、もう。よし、どうせ泣きっ面に蜂じゃん。そう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 。よっしゃ、下だぞ、下。囲め囲め。いやいや、まあもうこいつらね、クッソ弱いから。もうね、好きなようにやってくれ。いた。あ、野良犬だぞ、ここにいるの。でもあれ、野良犬だ。病気のコボルトじゃねえ。あ、もうちょっと下の方じゃない、この辺か。え、あれ、どこどこどこ、この辺なんだよな。あれ、野良犬しかいねえよ。なんでだよ。野良犬攻撃できんの。やべ、野良犬攻撃しちゃった。やめろ。野良犬強いの。いや、なんとか倒せる。
おお、野良犬、野良犬とメイドの、野良犬攻撃してみよう。最終決戦だ。噛まれたんだけど。いてえ、野良犬強い。野良犬、野良犬強えよ。っていうか野良犬いすぎじゃないもんこれ。やべえ。あ、いた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 。あ、いた、マジで。お前どこ行ったの。ちょっと待って。俺のところ来い、俺のところ。わかったわかった。お前どこにいるんだよ。ち、マップ見ろや。わかんねえ、どこだよ。あ、ゴールド落ちた、やったどこ。どこ行った。左、左、左、あっちだ。マップ確認して、左上、左上、お前らの左上。誰かいた。こっち、こっち、こっち、こっち。ここやばい、野良犬ゾーンだから。あ、オッケーオッケー。弱っ。弱いわ、病気のコボルト、犬いいから。それ病気だからね。こいつら、やべえ。いや、やっぱ犬はね、あの強いから。レベル上がった。え、おい、レベル上がった。いいね。しかもアイテムもごっそり落ちるぞこいつら。本当に。うん、もうコボルトいなくなっちゃった。よし、コボルト探してどんどんボコれ。やばいやばいやばい、変なやついたから。そういうの攻撃すんだよ。偽伝道士もいる。痛い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 。病気のコボルト、生意気なコボルト、生意気なコボルト、ちょっと強いかもしれないからやめとこう。いいぞアルマ、そいつ、そいつ合ってるぞ。そいつやってる。どんどん危ねえ。狩人の攻撃しそうになった。オッケーオッケーオッケー。倒した。基本的にあの仲間が攻撃したモンスター全然攻撃していいんで。あれ、俺攻撃できない。なんか変なボタン押したかな。はぁ、オッケーオッケー。なんかアイテムっぽいもの落ちてる、まあ、ビショップだからしゃあない。あのですね、まあ概念としてですね、うん、あの CP っていうのがありまして、はい、でこの CP が溜まってないと使えない技とかもありますんで、でですね、左下のこのですね、基本技をで攻撃すると CP は獲得できる仕様になってますので、まあそういうところでちょっとまあ学んでいきましょうという。はい、そうだね。よし、じゃあこのままいい感じで狩りを進めていきましょう。クエストが更新された。はい、はい、というわけでですね、うん、メインクエストを、ちょっと進めていきまして、レベルも24ぐらいになりましたので、うん、ちょっと適正の狩り場に来て、はい、来てみんなで狩り場をしましょう。狩り場をする。狩り場を呼びかけたのか。来て来て。はい、ですね、まあ、うん、でもちょっと機能としてさ、検索機能っていうのがございまして、はいはい、おすすめ狩り場で検索したらすぐ出てくるんだよ、これ、レベルみたいな。そうそうそう、これめちゃくちゃ便利だよ。こんな俺らの時なかったね。なかったね。それ M を押して、そうすると全体マップが出るんだけど、でそこに右側に検索ってあるから、検索をクリック、うん、あ、はいはいはい、するとレベル検索、フィールド名検索、即時検索、おすすめ狩り場ってあるんだけど、おすすめ狩り場で検索するとそのレベルに合った狩り場が表示されます。あ、ね、はい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 、これ便利だね。これ便利だよ。じゃあ早速行きましょうか、うん、はいはい、これクリックするとちゃんと狩り場の場所もね表示されるんで、で、じゃあこの中、この中やで、はい、行くぞ。よっしゃ、強くなった俺らの力を見せつけてやるんだ。イエーイ、お騒ぎしちゃうぞ。ああ、やばい、いるぞ、もうレッドアイ信者が。倒すか。お、じゃあ やってみよう。よっしゃ、おらおらおら、おー、全然いけるぞ。おー、いいね、いいね、いいね。アイテム拾っとこう、アイテム。お前らどこ行った。お金欲しいから、お金欲しいから。これか、こいつらか。そうだ、そうだ、こいつら、こいつらどんどんやっていけ。おら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 、お騒ぎしちゃうぞ。おー、キックン強くね。俺、闘志やばいよ。そんな強いの。はぁ、見てみ、ダメージ200とか出てるよ。これ一発じゃん。一発で245ですよ。敵ね、キックが先にやっちまう。もう全然余裕じゃん。今度はもっと上とかも行けるぜ。どんどん行こうぜ、じゃあ。もっと奥？いや、もう行けるとこ行こうぜ、どんどん。もう9しか与えられないわ。お前でも悪いけど、防御力はやばいからな。あ、痛い、痛い。確かに痛い。いや、そこはエオヨがやるから大丈夫。エオヨ、痛い、助けてくれ。まあ、やってるけど、お前ら動きすぎなんだって。よし。こいつ結構強かったな。おらおら、これで。もっともっと、ひたすらもう祈るばかりだよ。もっと奥行こうぜ。よっしゃよっしゃ、どんどん行け、どんどん行け。俺ら無敵だぞ。キックのおかげで無敵だ。全部キックに任せとけばいい。そう、俺らもう大掃除してるから、ほらほら、ポポン。俺ら9しか当たんないもん、だってダメージ。俺らアイテム集めでもしときまーす。あ、野良犬いるぞ、ほら。熱血、やばい、野良犬めっちゃ強い。野良犬、ああ、ああ、ああ。え、何、野良犬にやれたぞ、あいつ。なんでやられる？こいつつえ！やられるやられるやられる。よよってよよ頑張って。野良犬、野良犬なんとか倒せ。あ、間違って、間違って変なとこ落ちちゃった。おお、キック頑張ってる。うおー、つえ！野良犬倒した。
った、やった、ギリギリ倒した。野良犬強っ。野良犬やば。何があったの。まあやっぱりですね、こういう風にですね、おいメイドが倒れてるぞ。男女の中は危険がいっぱいだからみんな気をつけよう。じゃあこんな感じでレベルどんどん上げていきましょう。うわい。さあですね、我々レベルもう50になりました。よし、だいたい2時間ぐらいかかってるかな。もう一気に上げたね。一気に上げたね。まあメインクエストはやっぱり結構経験値がさもらえるからさ、うん、それだけでレベルが上がってくるんだよね。そうだね、うん、というわけで、うん、メインクエストの、進める上で必要な、クエストというか、まあ、メインクエストを進める上でここに飛ばされたんで、ちょっとここでちょっと狩りしましょうみたいな。うわ、雲だ、雲、雲、雲がいっぱいあるぞ。おい、ここで何倒せばいいんだ。強いのか、これ強い、知らん。わかんない。あ、でもこいつら全員倒す目標だわ。オッケーオッケー、どんどん倒す。マジかよ。全然余裕だ。おらおらおら、メイドさんパワー見ろ。俺も倒さないといけないんじゃないこれ。メイド強い。あ、でも経験値いいぞ。お、いいね。メイドの強さを見ろ、この野郎。どんどん行くぞ、どんどん行くぞ。よっしゃよっしゃよっしゃ、行け行け行け。あれ、いねえな。いた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 。敵いなくね。あ、これ敵か。全然今見えてなかった。こいつら同化してるから。そうだ。同化してるぜ、こいつ。ほら、どんどん倒せ倒せ。もう全然余裕だな。俺らに敵いねえんじゃね。いやいや。最強じゃない。いやいや、お前じゃあ一人でやれや。そうです、意外とね、あの攻撃特化にしてるから全員。あの攻撃されたらすげえもろい。あ、終わった。終わった。あ、俺も終わった。俺まだ。お、いいねいいね、アイテム取ってこ。ちょっと僕の手伝いをしてくれないですかね。そうだ。あ、そういいよいいよいいよ。こういう時のパーティープレイだぞお前ら。そう、パーティープレイ。パーティープレイ。敵が見つからん。僕のためにあの敵の HP を死なない程度に、あの減らしてください。わかりましたよ。戻ろう戻ろう戻ろうと復活してる。光ってるところが。あ、そうだね。そうなの。あ、俺らわかんないんだ、もう光ってるとこ。あ、そういうこと。うん、あ、じゃあちょっと戻ろう。まあわかりやすくね、マップ上にですね、倒すべき敵がね、の場所がわかるようになってます。ウェーイ。おいおいおい、やれやれ。させろ、ほら。はい。ほら、メイドさんいいだろ。このプリチーな。調整できるじゃん。ほら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 、うわ、弱っ。メイドさん仕方ないだろう、俺はもう支援要員の。あ、オッケーオッケー、いったいったいった。やったー。お、オッケーオッケー。メイドさんすごくない？ストリップドレスっていうさ、うん、相手の衣服を燃やす技でさ、相手に致命傷を負わせてるんだけど。いいね。俺まだまだ。はいはい、わかってます。オッケーオッケー。ほら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 、メイドさん、ほらほら、このメイドさん、メイドさんいいでしょ、これ転んでダメージ与えてる。ほら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 、あとアロマか。敵どこだよ、クソ。下下下下。ほら、俺が HP 減らしてるから。ほらほら、はい、どんどんやれ。アロマアロマ、クモも大丈夫だよ。そうだ、お前クモなんかいた。好き嫌いすんな。ほら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 、お前なんで強いメラックメイジばっか狙うんだよ。メラックメイジ。クモいる。誰、そこに見えなかったわこれ。おじゃ、終わった。オッケーオッケーオッケー、というクエストクリアー。イエーイ。じゃあ帰るぞ。オッケー、いいよ、こんな調子でね、どんどんね、行っていきましょうよ。ダイダイダイ。さて、レベルもですね、とうとう81100手前になってきましてですね、随分上がったね。上がったな。メインクエストもですね、もうまあ最初のボス前まで来ております。やった、うん、ですので、はい、そうですね、レベルをもうちょっと上げて、ちょっとそのボスに挑むために頑張りましょう。やっちゃおうぜ。よし、行こう行こう行くぞ、レッツゴー。今回のマップで、検索して、レベル高い、レベルが高いというか、適正レベルの場所に来ました。どうでしょうね、ここなかなか。あ、めっちゃ敵いる。ニックスモンションのブローチ、確かこれ水じゃなかったこれ。え、イエーイ。ニックスモンションのブローチとかなんか書いてんね。オッケーオッケー。よっしゃ、しね、ここら辺まで来るとね、結構いいアイテム出るから。そうだね、うん、ユニークとかも狙えちゃうんじゃない。狙っちゃう、みんなでユニークいこうぜ。ユニークのやつだね。ほんとにお前はユニークなやつだな。いいね。お、レベル上がったぜ。レベルアップ。オッケーオッケー。すごい、もう 俺のメイドもすごいもん。こっちにできるよ。倒れるだけでどんどこ相手を粉砕していくもん。わかったわかった、わかったわかった。ちょっとお前ら集団行動しろよ。どこ行った？集団行動？右側行ってよ。逆にお前だけ集団行動。ああ、分かった、今行くから。痛い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 。よっしゃ、よっしゃ、ほら
はい、というわけで皆さん、とうとう来ました、メインクエスト。おお、最初のボスになります、ロシペル。ロシペル、はい、ロシペル、ロシペル、ロシペルの、前までメインクエストを進めて、レベルもですね、皆さん大体90前後に成長しまして、うん、大体そうですね、半日過ぎぐらいかな、あプレイしまして、ここまで来ましたね。なんとか昔さ、ここまで来るのにもう結局数ヶ月かかってたから。かかってたね。まあそういう意味ではやっぱりやりやすくなったね、この。そうだね、11年で。うん、だってね、あの上級者の手伝いとかなしだもんね。なしだね、うちら4人やっただけだからね。うん、皆さんどんなキャラに成長しましたか？僕とかは、あと敵の服を焼いて、2000ダメージを与えるキャラに成長しましたけども。おすげえ。敵の服焼いちゃうの、うん、敵の服焼いちゃうんだって。一定の服を焼くぐらいだったらもう本体ごと焼けばいいな。転んだ上に追加攻撃で敵の服を焼くキャラクターだったら俺は。どうですか、キックンとかは。俺はあのこの一番最初の基本スキルがめちゃくちゃ強くて。ああそうなの、当初はね、うん、これ無条件でダメージが510ぐらい足されるのよ。へえ。だからどんな攻撃してもこれの攻撃した後だったらその追加ボーナスがつく。はいはい。だから成長していくとなんか常にエンチャンとかかかってるぐらいの強さになれる。なるほどね。AOL はまあホーリークロスのね、追放天使という感じですね。そうですね。知識型で、でまあたまに支援もするぜぐらいの、まあスキルもなかなかね、100までぐらい、100以上ぐらい上げないとね、なかなか追放天使と、実はですね、まあレッドストーンってね、うん、こういう風にあのキャラを変えることができて、うん、ね、おほら、俺ちょっと変わっちゃった、変身、ウィーン、それどうやってやんの？これ X ボタンできるけど、もう一方の、キャラのスキルを1個でも覚えてないとできない。へ、うん、けどね、まあ結局ね、レベル100ぐらいまでやっぱね、いかないとね、なかなかあの2つ目のキャラクターをね、育てるってね、器用貧乏になっちゃいがちなんで、キャラにもよるけど。そうだね。だいたい今俺らは、曲振りした感じかな、うん、特化型って感じですね。とりあえずまだホーリーサークルっていうこいつのね、なんかこの強い攻撃、うん、まあ、これをとりあえず上げないとってところで、まだ他はそんなにねヒル取ってないんだけど、うん、まあでもホーリーサークルすごい強いから、うん、まあ強いね。マックスまでできればいきたいね。そうね、アロマはチリングタッチ、チリウィズですね、同じ、ね、そうだね。じゃあ早速、あ、すみますか、手に入れていらっしゃいましたね。さあレッドストーンがどうなったのか。ほらちょっと話させて。よし、レッドストーンがひで損傷したんだって。で、悪魔たちが持ってたまま、今回の内容はすごく長い。お、悪魔たちと対等に戦って勝てる能力が必要です。対等な能力ですか？それはレッドストーンハンターという称号を受けることです。なるほど。おー、そうなんだ。そのモンスターを狩ってどこに行けばいいんですか？お、レベル上がったぞ。お、レベル上がった。クエストの経験にもらって、なるほど、そこ行ってモンスターをやっつければいい。ものすごい簡単な感じだね。でも戻ってきた人々は一人もいなかったんだって。あらーあーらー、非常に危険なところです。気を引き締めなければいけない。よくあるやつだ。よし、じゃあロシペル倒しに行くか。行きます。はい、行きましょう。オッケー。お、仲間たちと一緒に行かねばなりません。わかりました、ありがとうございます。はいはい、オッケー。じゃあもう一回話しかけるぞ。すぐダメル遺跡、じゃあ多分ここから出ればいけるのかな。ちょっと行ってみましょう。おーい、ブーン、来た。ここかな、おそらく。ここにロシペルがいる。ここでロシペルを倒せばいいの？そうそう。ロシペルどこんだよ。奥の方にいっちゃう、やっぱり。ハイドン、はい、ドーン。いいね、気まずいね。気まずい気まずいか。あ、敵めっちゃくれ。おー、でも全然余裕だね。やっぱ俺らの今の力では立ち打ちできないことはできない。あれ、あかんねえ。あー、トラップだ。開いた。開いた。メイドさんにはそんなトラップも通用しねえぞ。いやいやいや、めっちゃ聞いてたから。
まだ未だにお前凍結してるじゃん。ちゃんと水色の拾っとけ、水色。もしかしたらすげえ、あ、オプションがついてるかもしれない。レッドストーンデラックス、レッドストーンデラックス、レッドストーンスーパーデラックスとかね。そんなのつくの？あー、ないね。無理でしょ。レッドストーンデラックスはあるけど、まあレベルタイムしか出ないの確かね、これらの。上です。はい、なんか違うやつ出てきたぞ今度。あ、なんだ、オーガソルジャーだ。でもオーガソルジャーもメイド、あ、こいつ結構強い、オーガソルジャー。おお、硬いねこいつ。いや、どっちみち弱え。全然余裕だ。メイドさんに衝撃波で、転んでる時の衝撃波で。イエー、メイドさん相当体重重いんじゃないかな。あ、あ、は？おい、一人倒れたぞ。え、なんで？お、どうしたの？わからん。あまりにも転びすぎた。転びすぎた。どうしたんだよ。頭打った？ちょっと戻ってきます。はい、というわけで、戻ってきましたんで行きましょう。よし、行くぞ行くぞ。ちょっと目の見えない罠みたいなのが、実はね、僕がね、やれた後にね、AOMもすぐやってしまった。はい、罠をなんとか超えまして、はい、来たわけですけども、これどうすりゃいいんだろうね。わかんねえ。むむむむ。で、多分秘密のポータルを出さなきゃいけないんだわ、敵倒して。そういうもん。うん、ああ、そうだ、なんか俺それ聞いたことあるわ、うん、あ、出た出た、開いたぞ。開いた開いた。俺のは開いてないね。俺の他のパーティーがポータルクリスタルを獲得しました。キック開いたの？俺開いた。これいけるわ。あ、分かった。じゃあキックどうやって行ってくれ。じゃあ行くぞ、うん、レッツラゴー。開いた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 。よっしゃ、おお。じゃあ行きましょう。行く行く、もう行く。開いた。あ、開いた開いた。おお。来たー、ロシペルめっちゃいるじゃん、でっけえ。ロシペルどこ？え、あ、俺らこいつ？じゃあ、やばいやばい。でも俺ら相手にされてないぞ。よっしゃ、帰ろうぜこのまま。これなんか数いすぎじゃない？ロシペルめっちゃいるけど。多分ね、まあ、変なやつ攻撃しない方がいいわ。どうする、どうする、ロシペルだけでいいと思う。ロシペルだけ集中狙いでいくってこと？ああ、え、赤いやつでしょ。赤いやつ、赤いロシペルだ。よし、行くぞ。え、マジで行くの？待って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 、怖い怖い。よし、いいよ。で、めっちゃ、行くぞ、いっせーので、きたー。うわー、飛んできた、めっちゃ来た、めっちゃ降ってきたけど。おーおーおー、やばいやばい。あー、結構強い。あー、でも確かにロシペル以外は攻撃してこない。頑張れ頑張れ頑張れ。おーおー、いいよー、すげー太ったぞ。違う、俺の攻撃だ。そうそうそう、そうなんだ、キックの攻撃。いてててて、て結構食らう。ロシペルはめちゃくちゃ強いらしいから気をつけろよ。マジで？でもロシペルの服燃やすから大丈夫。そうだ、こいつも服燃やされるのか、水は。俺だって服着てるか、必死にロシペルに向かって転んでるもん。俺全然いけるで、いけるいけるいける、全然いける。あー、やばい、やばい、やれそうだって今って。あー、もう一匹来た、もう一匹、まずまず、俺やれる。黄色よな、攻撃当たんねえな、こいつに。ハラペーニョ伯爵 FB が、え、何？あ、死んでんじゃん、あいつ。やられた？ここまで来て。なんてこったい。ハラペーニョ伯爵。もうメイドさんが服燃やすところ見れないじゃん。やっべ、やべやべやべ、ちょっと痛い、ちょっと痛い。大丈夫か、いけるか。きついね。やべえ、やべえ、呼ぶなよ。周りのやついて、やべえやべえ、俺。なんで AOM を周り呼んだし。バカかお前。え、やった、どう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 。いいでした。大全滅。もう少しだったのに。うわ、めっちゃもう本当にあとちょっとだった。誰かが周りのやつを呼んでこなかったらいけたと思います。リベンジよ、リベンジ。なんでバカ野郎。行くぞ。さあ、来ました、ロスペル第二チャレンジです。待って、待って、やばい、やばい、気づかれた、いけない、気づかれた。手前のやつ先に倒せ。そうだな、もうこいつ倒しちゃおう。あとはペルロシ、ペルロシ、よっしゃ、行け。4方向からやれ。おない、
まだもう一匹いんじゃねえの。あのスペルさっきの HP 引きずってるの微妙に。ほんとだほんとだやれやれやれ、マジでこれでトラウマ引きずってる。トラウマ引きずってる。チャンスだチャンス。回復しきってないのか。いいぞいいぞいいぞ。なんでこっち飛ぶんですか。ちょっとやめてやめて。ただこいつ結構、まあ、気に食わなかったんじゃない。マジかよ、こんな追放されるやつを狙っちゃう。やめろー、なんかこう攻撃するとこう凍るね。長く攻撃が当たらん、まずそもそも。あれロシペル HP めっちゃ回復したぞ。 HP 満タンだ。見えた。復活したぞこいつ。トラウマ克服やばい。このタイミングで。あーそうか、状態以上回復できるんだった。万能万能、エオが帰ってきてくれた。よし回復した。けどもう一匹になったらもうこっちの方が。そうだね、よしよし、そうだね、順調に減らしてる。一匹なら大丈夫だ。うん、安心。やれやれやれ、いいぞ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 。おら、ロシペル、お前の服燃やしてやるぞ、おら。いけぇ、攻撃が当たってねえな、ほとんど。なんで俺を狙うんだよ。あのね、ダメージがいってる人に行くから、おそらくエオエのね、あの光魔法が効いてんだと思う。そうなのか。そう、こいつ魔法耐性が結構ある。あ、分身した。あ、もしかしたらさっきの HP は分身の HP とかだったのかもしれない。あ、違う、分身じゃない、これ俺のスキル。あ、そうなの。うん、これ当てるとこうなる。へぇ、順調に減ってるぞ。ああてるもう少しもう少し。これ倒せるのか。あ、いいぞ、ジャンプした。あ、もうちょいもうちょいもうちょい、いける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 、いけ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 、倒せロシペル。いけー、よっしゃー、ロシペル撃破。おおおお、ゲール湧いた。ゲールちょ、ゲール話しかけ、話しかけや。何しに来たこいつ。やり遂げましたね、ありがとうございます。はあ、後ろからついてきたのか。準備ができました。やったー、よっしゃー、レッドストーンハンター来ました。あ、こんにちは、ゲールです。ゲールです。こんにちは、ゲールです。あれロシペルの幻影だったんだって。ええ、あれはロシペルの幻影だったんだ。だから本物はもっと強いぞと。マジかよ。うん、幻影でこれほどというのは、これから戦わなければいけない敵は僕たちが想像する以上に強いということを意味します。はあ、確かにね。これ俺たちの戦いはこれからだ。ゲール、ゲール、ありがとうゲール。おー、というわけでロシペル撃破。やったー、オーケーオーケー。はい、というわけで、うん、エンディングですけども、皆さんいかがでしたか、ロシペル。いやでかかった、ロシペル。でかかった。あいつでかすぎるだろ。でかいね、だって俺らのキャラ、あのめっちゃさ、ズームアウトしたからね。ああ、そうだね。やっぱあんな画面初めて見た。大事だったから。そうだね、あの敵がでかくなるんじゃなくて俺らがちっちゃくなる。いや、そんだけそうだったのか。強大な敵だったってことですよ。まあメインクエストですね、我々ですね、駆け足でね、倒して、ね、うん、レベルも100ぐらいまでいったわけですけども、はい、ね、なかなかですね、今、まあまあ、今から始めてもね、うん、このぐらいのね感じで進めれるということで。そうだね、昔とはだいぶね違うというか、やりやすかった。いや、俺らがやってた頃とはね全然違ってね。そうですね、うん、すぐ行けちゃうね。うーん、と思いましたね。うん、うん、というわけでちょっとね、今回は、メインクエストと、はい、はい、レベル上げみたいな感じでお送りいたしましたので、はい、皆さんもぜひプレイしてみてはいかがでしょうかということで。はいはい、というわけでじゃあ今回はこんな感じで。はい、じゃあ全世界のみんな、バイバイバイ。ロシペル、ロシペル。ピッチャー、キックン。バッター、FE。ボボ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 ボおかしいだろ。審判に立てつくのか。そうだ。MSP は YouTube のチャンネルをやっておりまして、そちらの登録はこちら。そしてニコニコのチャンネルはこちら。で、スマホからご覧の方はこちらの方から。もっと下、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 下、うわの方からよろしくお願いします。お願いします。